秋広とか浅野にめっちゃ期待してる人いるけど、実際結構まあ、崖っぷちっていうか、マジで危ないんちゃうかなって思ってんのって俺だけ？てな感じで始まりました、小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見れてください、よろしくお願いいたします。はい、今日はですね、今冒頭に僕言いましたけども、ちょっと二軍の有望株とかっているじゃないですか、ジャイアンツって。非常に素晴らしい選手がたくさん在籍してる球団だと僕思うんですけどね。ちょっとね、若林選手が、まあ、聖夜さんとのトレードで、ライオンズからやってきたということで、ちょっとその勢力図っていうところが崩れ始めてるというか、あまり若い選手でも、うかうかしてられないんじゃないかな、って僕思ったんで、今日それを動画にしてみたいなと思ってます。はい、まあ、サムネイルとかでね、ちょっと煽り気味でね、まあ、浅野、秋広、崖っぷちみたいなサムネしましたけども、あながち僕、間違いじゃないかなっていうふうに思ってて、その理由をね、今日この動画で説明していきたいなっていうふうに思ってます。まず、一番初めに、その選手たちを崖っぷちっていう前に、まあ現状どうなんだっていうところをまず見ていくことから、始めていきたいと思います。まず、今の外野のジャイアンツの布陣なんですけど、まあ、ライトは丸選手一択ですよね。今ね、あんだけ一番バッターで打ってくれてて、素晴らしいと僕思ってますと。で、2番じゃなくて、ヘルナンデス選手ね、まあセンターで今定着してるじゃないですか。で、はじめ安倍監督が、センターラインというか、まあセンターというところは、まあ外国人じゃなくて日本人でやっていきたいっていうようなこと言ってましたけども、実際ヘルナンデス選手ね、まあたまに、あ、これどうなのっていう守備もありましたけども、実際バッティングであんだけ活躍してくれてるし、まあ守備もね、まあ無難にこなしてくれてるっていうところがあるんで、まあその、当分センターは動かないんじゃないかなっていうのが僕のね、意見なんですよ。で、ここなんですよね。で、この二人はまあほとんど確定だと。まあチームの中心だというふうなね、ところでしたけども、まあレフトというところに関しては結構空いてるよと。まあレギュラー決まってないよというような現状というか状況だったんですよ。ずっと続いてたんですよね、それが。なんですけども、ここに来て新しい風、いい選手が入ってきたんですよね。まあ聖夜さん、もうめちゃくちゃいい選手でしたけども、まあ、聖夜さんがライオンズに行って、ライオンズから若林選手が、この間ね、入ってきましたと。で、先日かな、昨日か、まあ、タイムリーもありましたし、センターオーバーのね、三塁打もあったっていうところで、まあ、こんだけいい選手なんだって、足も使えて、すごくいい選手だなっていうふうに、皆さん思ったと思うんですよね。で、ちょっと、まあ、これからの若林選手の対応であったりとか、活躍度合いによっては変わってくるとは思うんですけども、結構このレフトの、レギュラーのね、候補に結構このガッといきなりね、踊り出たんじゃないかなっていうふうに、ね、僕思ってるんですよね。で、そこで、じゃあまあ、ライトとセンターはほぼ確定だと、もう固定だというところで、じゃあ、控えに一軍で、ね、誰がいんのっていう話なんですけど、まあ昨日時点でですけども、まあ、若林選手の他に、まあ、長野選手、まあ、萩尾選手、まあ、立岡選手、重信選手、まあ、佐々木選手っていう、まあ、あと5名の選手がね、控えでいるんですよ。で、控えの選手って僕非常に重要だと思ってて、まあ、その、セリーグなんかはね、ピッチャーのところに代打をやったりとか、まあ、守備固めで出たりとか、まあ、ダイソーから出たりとか、いろいろなね、起用法がありますと。まあ、従ってですね、まあそういう起用法があるんで、その選手の特徴であったりとか、使われ方が結構はっきりしてる方が、セリーグにおいては結構こう、重宝されるんじゃないかなっていうのが僕の考えなんですよ。で、その上で、まあ例えば、今の控えの選手のね、役割を見ていくと、まあ長野さんであれば、まあ代打の右の一番手っていう感じですよね。で、まあ萩野選手も、まあ代打もあるし、まあスタメンの時もあるかなっていう感じですよね。うん。で、立岡さんは、まあ、スタメン、この間、調子良かったんでずっとしてましたけど、もうどっちかっていうと、役割的には、まあ、守備固めであったりとか、まあ、ダイソーからも行って、そのまま守備にもつけるよねっていうタイプの、選手ですよね。で、重信さんは今年の月を見ると、まあ、ダイソーっていうところの、
ほとんどそういったところだと思います。まあ、守備で出たりとかありますけども、まあ、スタメンで出るっていう回数はほとんどないんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。で、佐々木選手も、まあ、途中から出たりとかする、しますけども、まあ、どっちかっていうと先発の出場が多いかなっていうところは僕印象にあるんですよね。そういったところで、今、世界の選手の役割見ていきましたけども、はっきり役割が決まってんのって、長野選手、立岡選手、まあ、重信選手、このあたりは、非常にこの役割が確立してるかなっていう印象は僕あるんですよね。逆にこの萩尾選手と、まあ、佐々木選手っていうところは、まあ、調子が良かったらスタメンで、使いたいなとは思ってるけども、実際なかなか、難しかったりとか、するんで、途中の代打であったりとかっていうところで、起用されてるっていう状況だと思うんですよね。で、そこで、今日の本題、二軍の選手崖っぷちというね、ありましたけども、二軍の選手見てると、まあ、主に、ま、四選手ぐらいが外野ではいるんじゃないかなっていうふうに思ってて、まあ、岡田選手、で、オコエ選手、浅野選手、アキール選手、この4人ぐらいが、まあ、二軍でね、まあ、出てる、試合数も多いし、まあ、ファンの方もね、期待してる、選手の、人たちなんじゃないかなって、外野にか、関して言えばね、そういったところに思うんですけども、やはりこの、まあ、控えの選手とかね、スタメンで出る選手見ると、なかなかこの選手たちって、なんか難しいんじゃないかなって僕は思うんですよね。というのもですね、まあ、岡田選手、とかもね、まあ、守備も、まあ、非常にいいですよと。うん。で、肩も強いと。ただ、やはり、どっちかっていうと、先発で使っていきたいなっていう選手ではあると思うんですよね。で、今の成績見てもですね、まあ、2割2分3厘。で、4ホームラン。13打点、OPS 704っていうところで、まあ、まずまずの成績かなっていうところ。まあ、打率はちょっと低いかなっていう感じはあるんで、やはり外野手なんて打ってなんぼだと思うんです、ある程度ね。だから、まあ、なかなか、だから岡田選手が上がるんだったら、立岡さんとか、そのあたり、まあ、左、まあ、佐々木選手とか、まあ、そのあたりの交換というか、交代になると思うんですけども、なかなか現状この成績じゃ厳しいやろなっていう感じ。まあ大卒で入ってきてるんでね、年もちょっと上になってきてますし、ちょっと危ないかなっていう感じがするんですよね。で、オコエ選手もですね、まあ右の外野と言えば、まあ長野選手であったりとか、萩尾選手とか、そこのあたりだと思うんですけども、実際その、良かったりとかして上がってるんだけども、すぐ下がったりとかってあるんで、実際その多分、安倍監督の発言見られてる方ってわかると思うんですけど、オコエ選手を、まあ、スタメンで使いたいっていう発言あったんですよ。どっちかっていうと、途中から出るっていう、途中から出すっていう感じではなくて、一軍で出すんだったら、まあ、スタメンで出していきたいっていう発言あったんですよ、前ね。っていうところになると、まあ、やはり、ライト、センターがね、固定してるっていうところがあるんで、まあ、レフトになってくると思うんですけども、ここでね、先ほど言ったように、新しい風というか、若林選手がね、非常にいいっていうところで、右の外野手で、まあ、タイプも似てるじゃないですか。まあ、長打も打てる感じで、足も速いっていうところで、もろかぶりなんでね。そういったところで、オコエ選手、まあ、2軍で2割7分1厘、1ホームラン、13打点、725OPS ですけども、ちょっとじゃあ、若林と交代するかって言われたら今の現状ないと思いますし、で、安倍監督の発言、スタメンに使っていきたいっていうのがあるんだったら、なかなかこの、控えの選手とも交代できないっていうところがあるんで、まあ非常に難しいんじゃないかなって僕思うんですよね。で、3人目の浅野選手ですけども、まあ浅野選手はね、まあその、まあ若いんで、まあこれからの選手だと思うんですけども、実際この、今の現状ね、先ほどから言ってますけども、そういったところを加味するとですね、なかなか上がれないやろって思うんですよね。まあ、浅野選手の場合もですね、まあ、スタメンで使いたいと思うんですよ。どっちかというと途中からっていうよりかは、まあ、若いし、経験させたいしっていうのがあるから、まあ、スタメンで使っていきたいというところがあるんですけども、やはり、まあ、若林選手が入ってきたことによってね、まあ、タイプでも、もろかぶりじゃないですか。足もまあ使えて、まあ長打もあってっていうところじゃないですか。まあ右の外野手でっていうところでもろかぶりなんで、まあそういったところで、まあ浅野選手ね、若いんで、まあこれから発展途上の選手というか、これからの選手だとは思うんですけども、今年に関して言えば、鍛錬の年というか、まあ2軍にいる期間が長くなってしまうシーズンじゃないかなって僕思うんですよね。
で、最後、秋広選手。まあ、この選手はね、非常に期待されてる選手も、ファンの方もね、めちゃくちゃいると思うし、僕も実際ね、非常に期待してるんですけども、やはりセリーグにおいてですね、守備力っていうのは非常にね、DH がないので、非常にこう、大切というかね、重視される中でですね、やはり、この守備力だと、まあ若林選手の方がもちろんいいですし、守備力に関しては。っていう話になってくると、じゃあ秋広を打てんのってなってくるじゃないですか。で、打てなかったらじゃあ2軍だねっていうのを繰り返してでもね、仕方ないと思うんでね。で実際2軍の成績見てるのも、打率が248、2割4分8厘、1ホームラン、13打点、OPS が683っていうところで、まあなんとも言えない数字なんですよね。まあ普通やな。普通というかまあちょっと悪いかなっていう感じの数字なんで、結局、ホームランを期待されてるっていう感じなんだけども、1本しかホームラン出てないし、うん。で、打率が残ってるかって言われたら、2割4分8厘だしっていうところで、まあ、じゃあ、秋広の価値って何なのって言われると、まあ、打しかないだと思うんですよね。打撃しかないと思うんですよね、正直。足も速くないし、守備もね、良くないっていうところがあるんで、だったら打てないとっていうところなんですけど、実際この結果見ると、じゃあ、上げてスタメン使おうかっていう気持ちにはなかなかならないだろうし、で、控えに置いてても、じゃあ、二軍でファームで試合出てね、いろいろ学んでくれた方がいいかなっていう風なね、思いもあると思うんで、この秋広選手というのも去年ね非常にブレイクしたんで今年やってくれるかなっていう感じではあったんですけども、やはりそんなにプラは甘くないというところでね、まあ若林選手が入ってきたことで結構外野の勢力図っていうところも目まぐるしくね変わってるんじゃないかなっていうふうに思うし、まあ同じようなタイプのですね、オコエ選手であったりとか、まあ浅野選手であったりとか、まあ今2軍にいますけども、そういった選手って非常に、まあ若林選手のこれからの成績次第ではあると思うんですけど、非常に風当たりがきついというか、まあ崖っぷちっていう表現を僕しましたけども、そこはちょっと言い過ぎかもしれないですけど、非常にね、若林選手が来るまでよりはですね、非常に、厳しい現状に、なってるんじゃないかなっていうのが僕の意見なんですよね。はい、そんな感じでですね、今日はですね、外野崖っぷち選手というところで、ちょっとね、まあ若林選手が入ってきて活躍してくれるのは非常に僕ありがたいことだし、まあレフトね、実際レギュラーが決まってなかったんで、非常にね、頼もしいなっていう思いがあるんですけども、その裏にはですね、やはり同じタイプの選手であったりとか、今2軍にね、こう頑張ってる選手とかっていうところも結構ね、その立場であったりとか、まあそういう見方とか、そういった起用法とかも僕変わってくるのかなっていうふうに思って、輝かしいところと、ちょっとこう暗いところというか、そういった側面ってね、必ずあると思うんで、今日こういう動画を撮らせていただきました。まあまあ、崖っぷちという表現をしましたけども、まあ、絶対クビになるとか、そういったことではないと思いますし、この選手たちのね、頑張り次第だと思うので、まあそこはね、まあ自分がコントロールできるところは、もちろん頑張ってもらいたいですし、まあやはり人の成績とかっていうのはなかなかコントロールできないというところがあるので、そこはね、まあ悔しいなとか、まあいろんな気持ちはあると思いますけども、まあそこをね、そこでカッカカッカしても、まあね、自分に得ってあんまりないのかなっていうふうには僕思うので、自分がコントロールできるところとかね、自分の成績であったりとか、自分が試合に入るための準備であったりとか、練習っていうところにね、時間をしっかり割いて、神経を割いてですね、まあ僕に崖っぷちと言われてるようなことをね、ちょっとこう悔しく思ってですね、悔しくというか、なんかこう何クソってあいつ何言ってんねんって思って、爆発してもらいたいなっていうのが僕の本音でございますと。はい、そんな感じでね、今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日はお願いします。じゃあね、バイバイ。